まあ一つは自らがやっぱり中小企業の経営をしている中で、そもそも中小企業っていうのはリスクがある。大企業にもリスクがありますけど、その何倍も中小企業系っていうのはリスクがありますね。それと私たちベトナムとかルワンダ、海外ビジネスを20年以上前からやってるので、もう言うまでもなく海外ビジネスのリスクというのはあると思います。それと、まあ、あとは、まあ、IT がどんどん進化して世界中につながっていった時に、やっぱり IT による新しいリスクっていうのがあるわけですね。まあ、このあたりが自分たちの、まあ、経験してきたことの中で強みだと思います。結局会社経営っていうのはやっぱりリスクだらけなわけですよね。しかもそのリスクの中身が変わっていく、つまり危険、未来起こるかもしれない危険が変わっていくと、まあ落とし穴っていうのがあるとしたら、次から次へと新しい落とし穴ができていくようなものかもしれません。リスクというのはですね、まあこれから起こるであろう、起こる可能性があることに対する、良くないことが起こるということに対するマネージメントなので、まあ、事前危機が起こる前ということですね。そうすると対策ができれば危機が起こらないということになりますね。だからそういうこともトータルで、一番下に書いてますけど、リスク管理をする、あるいは残念ながらそれでも予想外にとか予想以上に危機が発生したときに危機管理をする、こう一連のマネージメントをリスク管理というと、まあ、いわゆる繰り返していくものになりますよね。